島アントラーズ対北海道コンサドーレ札幌、鹿島スタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、七海さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、場内の雰囲気も盛り上がっていてですね、いい試合を期待したいところですよね。そうですね、こういう雰囲気の中でプレーできるっていうのは選手にとっては非常に幸せですよね。ご覧のようにスタジアムはほぼ満員、キックオフを待ちわびている状況です。あと少しで試合が始まります。前半キックオフです。鹿島アントラーズ対北海道コンサドーレ札幌、 J リーグディビジョン1第15節、注目の一戦です。好マッチを期待しましょう。どういった立ち上がりになるんでしょうか。こぼれてる、右サイド、前を向くことができるか。一旦戻す、これはクリアします。砂、どう仕掛けてくるか。ダイレクト、ゴール、先制。美しいパスワークからのゴールでした。つなぎながらうまく相手を崩しましたよね。これだけの連携プレーっていうのはチーム全員が意識してないとなかなかできないですからね。見事ですよね。さあ、コンサドーレ、いい滑り出しを見せています。この時間帯でゲームが動いたということは、こうお互いがね、大量得点、点の取り合いというゲーム展開が予想されますよね。楽しみですね。レアンドロ。厳しいディフェンス。中村。ヘッド。このヘッド。報われませんでした。噛み合わない。長木、ここはファウルがありましたか。ロングフィード、荒野、さあカウンターを仕掛けます。切り込めるか。おお、いい展開でしょう。ちょっとチャンスをものにできません。ボールは渡る、中村、さらに返す、渡ります。中へ切り込んでいきます。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。鹿島としては早く追いつきたいでしょうけど、序盤なので焦らない方がいいですよね。切り込めるか。一旦戻して、宮沢、強度、ここでファールがありました。今のファール、もう一度ご覧ください。いやー、いいボール出ました。
しかしボールはコーナーキック、最初のコーナーキック、かろうじてクリアというところ、戻す、通っていればというシーンでしたが、これは惜しくもオフサイド、オフサイドになりましたけども、最後のダイレクトパス、アイディア良かったですよね。菅、うん、素早いチェックでボールを奪います、上げてくる、行き先は1、2の形、中央へ上げる、合いませんね、このボールはクリアです、山本、サイドのスペースを使います、ボールを受けます、このボール、ヘッド、さあゴール、同点です、試合は振り出しに、クロスからのボレー決めてきました、美しいですよね、もう教科書通りのゴールですよね。さあアントラー、同点に持ち込んでいます、一旦仕切り直しですね、得点上は五分、精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね。インターセプト、宮澤、切り込むか、速いボール、ボレー、キーパーキャッチします、山本、積極的にプレスかけてますよね、ジュニーニョ、この位置で奪います、ファールに遭います、どうだ、37分、小笠原、中村、長木、さあフラッグは上がっていません、しかしこれはファウルではありません、強度、さらに前線へと行きたいところ、ジュリーニョ、ボールを下げてリズムを作るか、宮澤、つながります、ここは枠の右へと飛んでいきました、
る。これはラインを割りました。浅いところからボールを入れてきます。ヘディング、その前にもあったビッグチャンス。サポーターため息が聞こえます。もう少しでゴール。さあ笛が鳴ったところで息もつかせぬ前半が終了します。さあ七海さん、前半戦についてのコメントをお願いします。鹿島としては失点した後も自分たちのペースでサッカーを続けられたのが良かったですよね。そのブレない心が同点ゴールを生みましたね。ありがとうございます。さあ前半は1対1の同点で終了しています。さあ後半キックオフです。鹿島としては早めに仕掛けていきたいでしょうね。ここまで思うように試合をコントロールできてませんからね。渡ります。コンサドーレボールになります。ボールは届くのか。早坂、さあどう展開するか。パスが通る。ここはカットされる。ドリブルで上がっていきます。中村、サイドのスペースを出します。これはファウルではありません。戻す。さあここでカウンター。菅、今日ワンアシストです。落ち着くのか。つながります。どうだ、ヘッド、ピンポイントで合わせてきます。最後崩されましたよね。突破されて守り切れてないですよね。厳しいディフェンス。さあスペースを狙う。渡ります。ここは抑えました。土井、宮沢、ここからカウンター早いでしょ。スライディング後ろへ流して、先へは進めない。さあどうする。ちょっとパスが長すぎました。早坂、右側から上がっていくか。中村、もう仕掛けてきますかね。誰に出すのか。スルーパス、パスは通りません。狙いはいいですよね。トプラ、スペースを狙ってきます。ここで出ましたね。パスカットされます。小笠原、どう仕掛けてくるか。さあカウンターのチャンスになります。スペースを狙います。
さあボールが抜けてくる。なんとかコーナーへと逃れます。どのようなボールを入れてくるのか。上がる、ヘッド狙いしましたんですがヘディング決まりません。長木、ボールは渡る、ワンツーの形、速いパス回し、そのまま打つ、このビッグチャンス、ものにできませんでした。攻撃は続きませんでした。おお、いいボールだ。クリアします。ここは一旦ラインの外へ逃れます。さあカウンタースピードを上げたいところ。いいボールです。いいところ、シュート、ここは辛うじてクリアします。どうだ、これは直接キーパーへ。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますからこの試合どうなるか分かりませんね。スライディング、さあ切り込んでいきます。展開できるか。前を向くことができるか。ボールを奪う。原野。サイドのスペースを使います。このまま終わってしまうんでしょうかね。ドキッとするような展開でしたね。また何か起こる可能性っていうのはありますよね。チャレンジはしません。後ろに流す。横山、前線へ。これは通りません。小笠原、時間がない。ここは焦らないことですよね。レアンドロ、持ち帰る。小笠原、いいでしょう。あっと、ここで終了の笛です。1対1、同点で試合を終えました。